さあ、本日は何をしていくかって言いますと、見てください。ゲラタイムズのお時間です。ゲラニュースですね。さあ、一体何かって言ったら、風の早い直し方。 今から知っときましょうっていうコーナーをやりたいと思います。左半身、ここ2週間ぐらいで3回ぐらい風邪ひいたんですけど、自分がね、過去にね、風邪の治し方っていう記事を書いたことがあるんですけど、それを思い出して今回この動画を作ろうと思いました。なので皆さんこれからね、寒い季節続きますので、ぜひ、風邪の早い直し方、もしくは予防法、知っておきましょうっていうことですね。はい。では早速やっていきましょう。 英語でニュースを読もうってことなんです。まあ、今回ニュースというよりかは、まあね、知識の記事って感じなんですけれども、英語のリーディング苦手な人、めっちゃ多いですよね。英語の速読力をアップするためには、酷なこと言いますけども、慣れるしかないです。逃げ道じゃないです。 でそこで有効なのがまあ我々ずっとねあのサイトトランスレーションの動画出させてもらってるんですけれどもサイトトランスレーションっていうのがやっぱり非常に有効になってきます英語を前から理解していって戻り役をしなくていいリーニング法なんですよね英語って結構習った時は後ろからかかっていってでだから後ろから読んだ方がいいよとかいろいろ言われたりもしたんですけれどもこれだったらもう前から理解していけばいいよっていう話なんですね これができるようになったら何がいいかって言ったらト e ックのリーディングスコア上がります。時間ロスが減るから、単純にね。Are you ready?Let's get started.How to feel better as soon as possible っていうのが題名ですね。要は、えっ、ー、と、いかに早く調子良くなるかっていう話でございます。さあ、No.1 Get all the vitamin C you can. できるだけ多くのビタミン C を取ってくださいっていうことですよね。じゃあやっていきましょう。ビタミン C promotes the function of さあ、何の話をしてるか、一旦、サイトトランスレーションで、区切りのいいとこ、自分が分かるところまでで区切ってみてください。私、今回、ファンクションノブまでで切ったけど、別に、t イ m i ン C プロモー e s で一回切ってもらっても OK。で、何かって言ったら、バイタミン C。要は、ビタミン C は、プロモー s 促進するって意味がありますよね。The function of、機能、 機能を促進するで、オフで切ってるから何の機能かなと思うわけです。そんな、なんか、ふーん、機能なんふーんってならないですよね。何の機能ってなりますよね。そのギリギリ自分が気になるところで聞いてください。で、どんな機能かって言ったら、Why b l o o d cells that? さあ、何かって言ったら、Why b l o o d cells? これはこのままですね。白血球のことです。で、ザッとがついてるから、 どんなもののかってていうのを説明してくれるわけでです後ろでねじゃあ何何って思いながら進むじゃないですか。Fight the cold virus って言ってるんで風邪の菌と戦うっていう意味ですよね。なんで白血球っていうのは何かって言ったら風邪の菌と戦うものだっていうことを言ってるわけなんですね。うんうん。さあそしたら続きいきましょう。The recommended dosage of vitamin C is さあ、何かって言ったら、recommended dosage of ここで聞いてもいいんだよ。で、えっ、ー、と、g e は摂取量ですね。で、えっ、ー、と、recommended だから推奨された doseage。要は摂取量 of がついてるから、何の摂取量かなって言ったら、vitamin C。要はビタミン C のことですね。ビタミン C のおすすめの摂取量っていうのは、about 1000mg per day っていうことを言ってます。なので、1000g ぐらい。 一日あたりが理想だよとされてますっていう話ですね。さあ、そしたら、次。But when you have a cold, でも、あなたが風邪ひいてるときは。You should take, あなたは取った方がいいよ。3 to 6 times as much vitamin C. っていうことを言ってるんで。三倍から六倍、タイムスっていうのは倍ですね。なんで、三倍から六倍のビタミン C を取った方がいいよっていう話をしているわけです。 Warm up your body。これが二つ目ですね。体を温めましょうという話をしています。さあ、じゃあ中身を見ていきましょう。This is the most important thing to... 要は、これが一番大事なことだよ。で、to で聞いてるで、何するためにっていうのが次に来るわけですよね。え、何するために重要なんて思いながら聞いてください。で、do when you have a cold。で、するってことですね。何するためにする。何 ?when you have a cold。 あなたが風邪をひいてる時につまりあなたが風邪ひいてる時に一番大事なことだよっていうのがこの warm up your body のことなんですよねさあそしたら次見ていきましょう in short 簡単的に言うとみたいな感じのイメージ all you need to do is 要はあなたがしなければいけないすべてのことはってことはこれだけすればいいんだよっていう話なんですねこれよく出てくる表現ですね warm up your body and 温める体を温めることと sleep well 要は、おねんねすることですね。だけが重要なんだよ。これだけすればいいんだよっていう話をしてます。さあ、じゃあ次見ていきましょう。by raising your body temperature あなたの体温を上げること、by なんででってことです。何々をすることでって意味で使います。by 何々 ing で、何々をすることでっていうイメージね。your white blood cells become 要は、あなたの白血球は なるよっていうこと言ってます。なるよ、不運で終わる人いないんですね。これで何々って思いながら次に進むわけです。more active and より、アクティブっていうのはこう元気ってイメージあるじゃないですか。要は活性化されることなんですね。Will defeat the virus。要はこれでウイルスに打ち勝つっていう意味ですね。さあそしたら次。how to soon better tea feel possible number three, drink green drink as as はい、見ていきましょう。緑茶飲んでねっていう話ですね。 Green tea contains 要は、グリーンティー、緑茶には、contain 含むって意味ですね。含まれてます。含んでます。ということです。an ingredient cold 要は、含まれてるよ。材料が、養分が。で、どんな養分かっていうとね、ってことで、c ー l d カテキンで。これね、日本語で言うカテキンですね。が含まれてるよっていう話をしてます。さあ、そしたら次。among its many benefits 甘くこう、周りにあるイメージですね。 その、いい、benefits、利益、効果、効能ですね。だから、こう、it's っていうのはグリーンティーの話なんで、グリーンティーの、まあ、いいことっていうのはいっぱいあるんだけれども、it has antiviral and、さあ、これで、抗ウイルス性のって感じですね。で、and がついてるんで、そして、antiseptic properties 殺菌作用、消毒作用っていうのがありますと。 いう話をしてます。Since it also has it bactericidal properties これで殺菌作用ですね。殺菌作用が It has。要は緑茶にあることによって It will kill any viruses that。さあここまでですね。要はそのカテキンちゃんは Will kill any viruses。要はどんなウイルスでも殺します。 で、そのウイルスがどんなんかっていうのね、とねっていう意味で、ザッとがついてますね。で、この後を、何々って訳すわけですね。どんな菌かっていう、どんなウイルスかっていうと、are currently in your body っていうことを言うわけです。要は、あなたの体の中に currently 現在いるものですね。なので、体の中にいるどんな菌も殺しちゃうよっていうことを言ってるわけです。So, it is better to 要は「した方がいい」っていう話をするわけですね。で「to」があるんで何をすることは今から言うわけですね。した方がいいよ。うんってならないですよね。何するのっていう話になるのでそのまま読み進めます。drink green tea で「on」って言ってるからえなんか追加情報あるよねっていうのだけでも感じ取ってください。「on」っていうのは「基づいて」っていう意味もあります。じゃあ何に基づいてるのか。a regular basis 定期的に。 常にっていう感じのイメージですね。そうしたら次。n u m b e r f o u r How to feel better as soon as possible summary ということで、ここでまとめに入ります。さあ見ていきましょう。After all これで結局のところねっていう意味があります。After all You need energy to あなたはエネルギーが必要ですって o が入ってるから、どんなエネルギーか何するためのエネルギーかっていうのが次にきます。Fight a cold. これででで風と戦ううっていう意味ですよねでその次 If you have a, さあこれであなたにもし吐き気がないのであればっていう意味ね If you have a, eat food that. 要は食べ物を食べてくださいで「that」がついてるからフードの説明があるわけだよね。どんな食べ物かっていうとね is easy to digest. 消化に優しいものっていうことになります。 そして Warm to the touch 体を温めてください。要は消化にいいいものを食べてて体温めてくださいねっていうことを言ってるわけですね。要は体の,、ね、あのウイルスに勝つためにはまず体が体力がないといけない。そのために体を温めたりとか消化にいいものを食べたりしてくださいねっていう話をしております。いかがでしたか サイトトランスレーションを習得すれば、英語を前から理解するので、戻り役をしなくてよくなって、その結果、速読力っていうのがアップしていきます。このようなトレーニング動画もまたアップするので、ぜひ見てくださいね。Thank you very much for watching our lesson. See you in our next video. Bye for now! このこのチャンネルはわぁいや右半身左半身現役英会話講師による夜面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよよだからまずはチャンネル登録登録よろしくお願いしますします